こんばんは、エウレカです。さあ、今回は劇場版マクロスデルタ絶対ライブ映画関連グッズ追加商品が届きましたので開封していこうと思います。ちょっと今回はこのソファーでおくつろぎモードっていうわけではないんですけど、ちょっとこんな感じで撮ってみようかなと思って、撮影しております。まあ、やっぱりね、デスクがあった方がこういうグッズ紹介っていうのはやりやすいんですよね。置き場所に困りますので、まあ、ちょっと思いつきなので、お付き合いいただければと思います。じゃあ、開封していきましょうか。よいしょ、カッターを用意いたしまして、まあ、いつもの感じですよ。開けて、中身見て、ご紹介していきますのでね。よいしょと、お膝の上でこう開けなきゃいけないっていうのがちょっとなんですけど、よっと。はい、また、納品書が入っておりますね。さて、あー、なるほど。はい、予定通りの、品物が届いている、入っているようです。じゃあ見ていきましょうか。よいしょ。あら？でかまず一つ目ですね。あ、伸びてちょっと置いちゃった。失敗したな。そうしましたら、ちょっとこの納品書見ながらだといいですね。はい。まずは一発目。タオル。歌うことは生きること。こちらでございます。いや。でかいぞ、これ。これで間違いないよな。タオルで、そうですね。タオルで間違いないです。歌うことは、生きること。税込み2200円。これ、結構安いですね。って言って、あ、ここ、ラベルが貼ってありますね。ここ、見えますか？はい。こんな感じでございます。いや、想像以上にでかそうですよ。開けてっちゃいましょうか。これもね、なんかこんな感じでね、飾る予定ではおりますので、気にせず開けてっちゃいます。あ、なるほど。普通のね、いつも通りあるような、ここに今ちょっとかけてるのが、これ、マフラータオルか。普段ある、よくね、グッズとして出てくる、ライブグッズか、ライブグッズでよく出てくるこのマフラータオルなんですけど、こういう感じの普通のバスタオル系なね、そんな感じのタオル地じゃなく、なんだろう。バスマット的な感じの生地なのかな。おー、でか。わかりますかね？このサイズ感ですよ。上半身がね、すっぽり隠れてしまうぐらいの大きさでございます。ちょっとね、この、触れ早の見つめ合うグッズっていうのはね、持ってなかったのでね、これはちょっと嬉しいですね。想像以上に大きいです。ちょっとね、ここにタペストリーもかけてるんですけど、よいしょと、タペストリーが、ね、これ、相模湖イルミリオの時の、タペストリーなんですけど、これとね、ほぼほぼ同じぐらいの大きさになるんじゃないのかな。よいしょ、どうだ、重ねてみましょうか。ちょっと小さい。いや、ほぼタペストリーと同じ。ほぼ同じサイズです。いや、でかいですね。で、あ、これね、多分グッズ紹介の時に、グッズ考察の時にも言ったと思うんですけど、このタペストリー自体がもう4000円とかするものなんですね。それに対して先ほど言いましたね、この、タオルなんですけど、これでね、まあその、吊るすための紐がついてないとかそういうのもありますけどね、これでたったの2200円。いや、安いと思いますね。いやー、これは感動ですよ。ベタっとちょっとどっかにこう飾りたい、そんな感じでございますね。よしと、これいい。いや、ほんといい。じゃあ2手目いきますよ。2手目、いつも通りですね、T シャツです。 T シャツも確か2種類ぐらいあったのかな。ほい、よいしょと、
マクトマとかで、畑中さんとか、あとね、鈴木さんたちも来て、あ、でも、鈴木さんたちはこれ着てなかったかな。はい、タオル。あ、だ、タオルじゃない、T シャツ。L サイズになります。ちょっとね、この間別動画でも言ったんですけど、ちょっとふくよかになりつつありますので、M じゃなくちょっと L にしとこうかなと思って、サイズを、いつもはね M なんですけど、ちょっと大きめにしました。よいしょと。まあよくある、ね、このプリント T シャツ系のメーカー、このロゴもよく見ますね。ここにね、バンダイとかね、ロゴが入ってるとね、いいんですけど。いや、でもね、この T シャツもね、生地、ものによってはね、ペラペラの場合もあるんですけど、今回の、でも、そんなに厚手でもないか。あ、しっかりしてるのは厚手ですね。生地厚手です。はい。銀河争奪、歌合戦柄ということで、カラーがね、ナチュラル、ホワイトではないんですね。ちょっとベージュっぽいような色。あ、やっぱ L は大きいわ、これ。大きすぎるわ。ああ、ちょっと着てみようかな、これせっかくだから。ほい、着てみました。ゆったりですね。ちょっとゆったりすぎるかな。やっぱり T シャツはピチッとした方がいいです。やっぱり M にしよう。ああ、L じゃちょっとでかいな。ほい。まだ、あと2品ありますね。2品見ていきましょうか。クリアファイルセットということで、はい。T シャツと同じですね。銀河争奪歌合戦と、ちょっとね、ごめんなさい。これ、見られないんですけど、シェリルさん。これ、裏面、裏ひっくり返すと、ランカちゃん。要は、2枚セットになってますね。銀河争奪歌合戦を裏返すと、銀河争奪歌合戦っていう、その、文字が入ってるだけなんですけど、フロンティア。劇場短編フロンティアの方は、シェリルさんとランカちゃんの両面になっていると。あ、クリアファイルセット、ここにちゃんと。はい。こんな感じで、ラベル、ついてます。うん。税込み ?800 円。まあ、これはちょっと、はるかさんからの依頼品になりますので。そして、最後ですね。ランダムアクリルキーホルダー。さっきね、見えちゃいました。ランダム商品の割にね、もろ見えです。言っちゃいましょうか。言っちゃいましょうか。裸で入ってるんですよ。はい、闇マキナさんです。ちょうどね、この、送料が、ジャストだったんですよ。あと800円で送料無料になりますよっていうところだったんだけど、まあ、いらねえっていうわけじゃないんですけど、ランダム商品だからね、買うつもりはなかったんですけど、あ、まあ、どうせちょうど800円なら、じゃあ一つチャレンジしてみようということで、はい、闇マキラです。闇かい。まあ、あわよくば三雲ちゃんとか思ってたんですけど、いや、これ。全10種類はきついな。1個800円ですからね。うん。いいお値段だと思います。ただ、ちょっとね、サイズ的にも結構大きいのでね、インパクトはありますよ。はい。こんな感じで、ございました。T シャツ、これ悩みもんですね。ちょっと L は大きい。M だとピチピチすぎる。ダイエットしないといけないです。そう、こう、ネット通販とかで、この、着るもののサイズですよね。うまく合わせられないっていうのが、ちょっと辛いところではあります。うん。皆さんも買うときは気をつけましょう。いやー、ちょっと今回の、グッズの中でもこのタオルが、この、もう最高潮ですね。いい感じでございますよ。お部屋にね、飾っておこうと思いますので。これ、もう、応募、受付はもう終わっちゃってるのかな?まあ、とにかくね、マクロスのオフィシャルグッズストアの方からね、こういったグッズいろいろ買えるようになっておりますので、皆さんも、よろしければ、ネットの方で、見てみて、ください!そうしましたら、ご視聴、ありがとうございました!おやすみなさい!